エジプト第19王朝。エジプト第19王朝。紀元前1293年頃引く。紀元前1185年頃は、新王国時代の古代エジプト王朝。第18王朝時代の繁栄を引き継ぎ、古代エジプト最大のファラオとも言われる、ラムセス2世を出し、エジプトが、オリエント最大の国家の一つとして栄えた時代であった。 第19王朝の初代ハラオラムセス一世、二1293年二1291年は、下エジプト、ナイル川三角州地帯東部出身の軍人で、第18王朝末期頃には最小にまで、上り詰めていた。第18王朝末期には、王位継承が混乱しており、最後の王、ホルエムヘブは妻を介してわずかに王族と血縁を、繋いでいるに過ぎなかった。 彼には死死がいなかったため、最小であり親しい友人でもあったラムセスが、ホルエムヘブの後継者に指名されたのであった。こうして、ホルエムヘブが死去するとラムセス一世が退化なく、王位を継承、第十九王朝が始まった。ラムセス一世は即位した時すでに老齢であり知性は短かったため、彼について残されている記録はあまりない。ラムセス一世の死後、息子のセティ一世。 二1291年二1278年が王位を継承した。エジプトにおいて、久方ぶりに不死による王位の世襲が行われたのである。セティ一世は父親である、ラムセス一世と似通った、経歴、軍人として活躍し最小へと上る、思っていた人物であり、それにふさわしくシリアパレスチナ方面への遠征に、熱心であった。 とりわけ第十八王朝のアメンヘテップ四世、アクエンアテン時代以来の混乱で失われた北、シリアに対する支配権回復が目指された。当時北、シリアにはヒッタイトの勢力が伸長していたが、カルナック神殿に残された浮き彫りなどから、彼はヒッタイトに勝利して、北シリア方面の支配を回復したらしいことがわかる。しかしこの成功は一時的なもので、ヒッタイトの反撃や、 現地人の反乱のために結局エジプトは北、シリアから撤退した。西方のリビは南方のヌビアに対する遠征も記録に残されており、セティ一世の時代が長年の政治混乱から出したエジプトが再び対外膨張を目指した時代であったことがわかる。セティ一世の時代はまた大規模建築が流星したことでも知られる。とりわけ、テーベ、古代エジプト語、ネウト、 現在のルクソールに残されたカルナック神殿の大列中室やアビュドスのオシレオンが有名である。また、彼が領内に建設した神殿の数々がアメン神のみならず、プタハ人やオシリス神、ラーホルアクティ神、そしてイシツ人などのためのものを広範に含んでいることは、第18王朝時代に強大な勢力を誇ったアメン神観覧の勢力拡張を抑えるという政策が、 第19王朝においても継続されていたことを示唆する。セティ一世の息子で、その治世晩年に共同統治者として政治の舞台に登場するのがラムセス二世、前二2 7 9年前二2 1 2年である。ラムセス二世には兄がいたが早くに死亡しており、幼い頃より後継者として育てられた。セティ一世の守護王位を継承した。 ラムセス2世は、エジプト史上最大の建築活動を行った王で、あり、父が中途でやり残した、いくつかの神殿の建設を引き継ぎ、また全国度にわたって、大規模建築を残している。ラムセス2世の地政初期は、不王時代と、同じく対外遠征が熱心に行われていた。これまでと同様に、シリアパレスチナ方面は最も注意が向けられた、地方であった。 シリアで勢力を拡張するヒッタイトに対するために、かつてヒクソス、第15王朝が拠点を置いたしもエジプト東部の都市、アバリズをもとに、ペルラムセス、ラムセス市を建設し、アジア方面への遠征のための軍事拠点とした。そして数字にわたるアジア遠征を行い、シリア地方に対する支配権回復を目指した。とりわけ有名なのが、第2回のアジア遠征である。 当時エジプトとヒッタイとの勢力争いの最前線となっていたのが北シリアのアムル王国であった。セティ一世の時代の一時的な征服の後、結局アムル王国は再びヒッタイとの支配下に入ってしまっていた。しかし、アムル王、ベンテシナはヒッタイとの支配を心よくは思っておらず、ラムセス二世が海沿いにシリア地方へ2万余りの軍を率いて進軍すると、 公然とヒッタイトに反抗し始めた。ラムセス二世としては、ベンテシナの反ヒッタイト活動を支援することで、北シリアの主験を回復することができると踏んでいた。当時のヒッタイトをオーム渡り二世は、反逆者、ベンテシナを打倒し、エジプトの北、シリアに対する要求を跳ねのけるため、ヒッタイトの総主権下にあった北シリアの小王国、ハラブ、アレッポ、ウガリと、 カデシュなどの兵力を動員して、エジプト軍を迎撃すべく、カデシュに展開した。ラムセス2世は、ヒッタイト側が行った、情報操作の罠に陥り、進軍した先で敵軍に包囲されたものの、彼自身の勇敢さと、エジプト軍の奮戦のために敗北を免れた。カデシュの戦い、この戦いを、エジプト側の記録は、大勝利と記すが、実際には戦場においては、 痛み分けという程度の戦果であり、領土的には北、シリアをヒッタイトに抑えられたままで、その脱回はならなかった。戦後間もなくエジプト側についたアムル王、ベンテシナが敗されている。この後もラムセス2世はアジア遠征を繰り返したが、大勢は変わらず、北、シリアに対する支配権回復はついに達成されることがなかった。 最終的に、ラムセス2世の治世、第21年にエジプトとヒッタイトの間には、平和同盟条約が結ばれて、エジプトとヒッタイトの長きにわたる戦争に終止符が、打たれた。これは、条文が残る平和条約としては、世界最古の条約である。この条約によって、エジプトをラムセス2世と、ヒッタイトをハットシリ3世は、領土不可侵、相互軍事援助。 政治亡命者の引き渡しを訳し、ハットシー三世の娘が、ラムセス二世の高級に腰入れした。この和平の背景にあったのが、ヒッタイとの東方で勢力を増すアッシリアの存在であった。アッシリアは、全15世紀には、ミタンニの派遣の下にあったが、全14世紀のアッシュール・ウバリト一世の時代には、エジプト第18王朝に対した伊藤の立場を、 主張するような外交書簡を送るほど勢力を拡張し、この時代の王はなどニラリ一世や、シャルマネセル一世旧未端二両を平等し、ヒッタイトと敵対するようになっていたのであった。前述したように、ラムセス二世は、エジプト王の中でも最も大規模に建設活動を行った王である。しかも、自らが建設した建造物のみならず、 既存の建造物にも次々と自分の名を刻ませたため、現在エジプトに残るほとんどの建造物に、ラムセス2世、ウセルマートラーの名が残されている。彼の手になる建造物として代表的なものに、まず不穏であった、セティ一世のものを引き継いで完成させた、アビュドスのセティ一世総裁殿があり、その総裁殿の北側に自分の神殿を建設した。テーベでは、 ラムセス2世自身のための巨大な総裁殿、ラメセウムを建て、アメンヘテプ3世が着工した大中老の完成を見ると、その前面に大きな中庭を付け加え、二本のオベリスクとラムセス2世の巨像六体を並べた。また、ヌビア全域に数々の神殿を残している。代表的なものとしては、ベートアル、イコールワリ、ゲルフ・フセイン、ワディ、エルイコールセブア、 デールなどのものが挙げられるが、特筆すべきは、アブシンベルに建造された、大宮殿、アブシンベル大宮殿である。これは岩壁を掘削して作られた、建造物としては、世界最大のもので、神殿入り口には4体の座像が建てられ、いずれも高さ20メートル以上の大きさを持っている。この大神殿は、春分と秋分の日に、入り口から入った太陽光線が、 神殿奥の4体の心臓のうち3体を照らすように設計されていることで知られる。王家の谷に作られた彼の王母はまた歴代の王母の中でも最大の面積を持つ。イエジプトにも数多くの建設を残したことが記録からわかっているが、この地方に残された建造物の多くはナイル川の流れや後世の破壊によって失われてしまっており、 遺構の多くが近現代の建造物のもとに埋まっている。ラムセス二世時代にはまた古い記念建造物の修繕も行われた。特に賢者の誉れ高かったラムセス二世の四番目の王子カイムーアセトはギザのピラミッドの修復やスフィンクスに溜まっていた砂の除去などを行いエジプト最初の考古学者とも呼ばれている。新王国時代の最盛期とも言えるラムセス二世の 知性は実に六十七年間に及んだ。死去した時には九十二歳になっていたと言われている。このため彼の王子の中には先に死んでいる者も,も多かった。前述のカエムウワセとも将来を嘱望された人材であったが父に先立ち死亡している。結局十三番目の王子であったメルエンプタファ、線二百十二年前線二百二年が多いを継承したが、 彼も即位した時にはすでに老齢であった。メルエンプタ派の治世当初はおおむね平穏であり、ヒッタイトとの同盟関係を軸に、国際環境も安定していた。しかし、彼が治世第5年目に行った二度の戦争は、極めて重要な歴史的意義を持つものである。治世第5年にシリア地方で反乱が起きたため、メルエンプタ派はこの地へ遠征した。反乱自体は、 ほどなく鎮圧されたため目立つ戦争ではないが、この時の戦勝記念碑にイスラエルの名が登場するとから、旧約聖書でエジプト期との関連で非常に重要視されている。これは古代エジプトのあらゆる記録の中で、イスラエルに言及する唯一の記録であると同時に、イスラエル、あるいはヘブライ人に言及する初めての確実な性、諸外資料でもある。もう一つの戦争は、リビア人と、 海の民が主張メルウィに引きられて下エジプト西部に侵入してきたために行われた。これが最初の海の民に関連する歴史記録である。海の民は多数の民族からなる混成集団で以後一世紀余りの間に当地中海世界を席巻し多くの王国を崩壊させることになる。ただしこの時の戦いではメルエンプタ派はリビュア人と 海の民の連合軍を撃退することができた、ペルイレルの戦い。メルエンプタ派が死ぬと、第十九王朝の王位をめぐって混乱が起きた。メルエンプタ派は、後継者として、王子セティメルエンプタ派を指名しており、地政終盤には共同統治を行っていた。ところが、メルエンプタ派が死去した後に王位を継承したのは、アメンメセス、前線2 0 2年前199年という、 人物であった。アメンメスは、セティメルエンプタ派の異母帝であると言われているが、どのような経緯で即位したのかつまびらかではない。一説には、メルエンプタ派をが死去したとき、セティメルエンプタ派が、運悪く、首都を留守にしており、その機会を捉えて、アメンメスが多いを散奪しとも言われる。アメンメスについては、記録がほとんどなく、職人長からの苦情に応えて、 最初アメンメスを罷免したというパピルスの記録と王家の谷に王母を作ったということ以外ほとんど何も知られていない。まもなく彼は地位を失い、セティ二世、前1199年前1193年が王位を得た。彼こそはアメンメスによって地位を奪われたセティメルエンクタ派であるとも言われているが、確実なことはわからない。しかし、彼が アメンメスと敵対関係にあったことは、即位した後に記念物に刻まれたアメンメスの名に、自分の名を上書きしていることからわかる。セティ二世の統治も、比較的短期間で終わった。彼の後継者とされた人物も、セティメルエンプタ派という名の王子であったが、彼は、不王より先に死去してしまったため、弟の前1193年前1187年が、即位した。しかし、 彼は、幼い王であって、区月に過ぎず、実権を握ったのは、セティ二世の聖妃と最小であった。そしてシュプタ派が、地世六年で死去すると、タウセルト、前1187年前1185年が、女王として即位した。これらアメンメスからタウセルトに至る四人の短命王については、王家の谷に墓を造営したこと以外ほとんど情報が得られず、 内政が混乱していたことが伺われる。タウセルトの後、数ヶ月の空位期間があり、その後、第20王朝の王位に、セトナクトという人物がついた。彼が、どのような人物であり、いかなる敬意を経て、王座を得たのか全く分かっていない。ともかくもセトナクト以後は、第20王朝に分類されている。第19王朝の王党は混乱のうちに途絶えたので、あった。 歴代王名は原則として、即位名、上下エジプト王名、誕生名、ラーの古名の順番によって記録するが、イコール記号で結ばれた名前はすべて即位名である。在位名は参考文献、ファラオ歴代史の記述に基づくが、年代決定法の誤差その他から異説が多いことに注意されたい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。